回の釣り隊は東京湾でカサゴ釣り。金沢八景のカサゴ釣りの老舗信州丸から本木沖に出て美味しい根魚の代表カサゴを狙います。この時期は数も狙える上両型が期待できるカサゴ。釣り方もシンプルな胴付き仕掛けやルアーフィッシングとビギナーからベテランまで楽しめるのも魅力の釣り。お楽しみに。この番組は釣り具のポイントとマルキューの提供でお送りします。こんにちは、プロアングラー山口光です。アシスタントの宗田淑です。福様、はい、今日雰囲気のいいところで、はい、今日はね、はい、あのカサゴの老舗の船宿信州丸さんからいろんなパターンでカサゴを狙ってみようと思って、はいはいはい、まず一つは普通の胴付き仕掛け、うん、そこに、はい、この城の餌を使って。おお、前とは違ったやり方ですね。前はほらサバとか、そうですね、あとちょっとしたハゼね、うん、用意してくれたんだけど、うん、今日はね、僕の大好きなこの城、はい、ね、やっぱ切ってもらって一押しのこの城任したよ。でなぜかというと、僕はね、今度ソフトルアーで狙ってみよう。ルアーで。そんな釣り方もあるんですね、はい、で、まあ船長もね、あのやっていいよってことなんで、うん、ね、挑戦して型のいいのを狙っていこうと思っております。頑張りましょう。ちょっと役割分担しまして、はいはい、今日は一日楽しんでみたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。東京湾の主だった釣り場へのアクセスの良さから多くの船宿が立ち並ぶ金沢八景。その中で今回お世話になるのは野島公園の近く、優勝橋のたもとにある信州丸。カサゴ釣りに定評のある船宿で多くの釣り人から厚い信頼を得ています。1年を通してカサゴ釣りに出ているほか、赤ムツやカワハギ、各種リレー釣りなど季節の釣り物に出戦しています。1時30分出戦。今回の乗り合い船にはポイント藤沢長後店の石原店長も同船しています。船は枚方湾を出ておよそ20分かけて本木沖へと向かいます。今回の釣り場となる本木沖の特徴などを浅戸船長に伺いました。船が凹凸で入り組んでる場所なんで、やっぱりしやすい場所になってます。本木のだいたい10月頃になっちゃったら渋くなっちゃいますので、そしたら春島とか深場の方に行っちゃいます。そして深場に行くと森も30号で咲いてます。20号じゃ結構流されちゃうんで。さあ本木沖に到着して釣り開始。今回淑ちゃんが使う道具がこちら、竿は高宮のライトステップ2ライトタックル C180、 リールはリアルメソッドギガソルト HG、 そして重りは船宿から20号が指定されました。今日ね、 HPP ベイツ、はい、この城、はい、これね、本当僕日本中に持っていくっていう優れもの優れものです、はい、で今日は実はね、この餌的には、はい、このサバの切り身が船屋さんで用意されてるんだね、塩漬けになったやつね、はい、でこれがスタンダードです。今日はでもこれでこの城でチャレンジ、淑さんにやっていただこうじゃないかと思ってるわけです、はい、でこれ切って当然使います、はい、で参考にするのは船屋さんのこのサイズだよね。うん、縦でもいいし、うん、横でもいいし、はい、こう切っていくって感じ。はい、 HPP ベイツナマコの城は超高圧処理が施され新鮮な状態で常温保存ができます。さらにアミノ酸が添加されているので食い込みの良さがアップ。結構全部切るタイプなんだね。あ、そうですねどうせまた後でやるならっていう、あ、いい心がけですよ。思っちゃいます。なんだろう、大事だね性格出ますね。あ、そう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 、
先にやっときゃよかったじゃねえかっていうよくあります僕も。たださここに入れとくか、飛んでっちゃうといけない。そうですね。じゃあこの城さんでちょっと任せたから担当。担当、この城担当で。この城担当。釣らなきゃ。この城はね川がしっかりしてるからね。餌落ちしづらいです。なるほど。でしばらくすると柔らかくなって海の中でねちょうどよく仕上がってくる、はい、初この城で。カサゴの釣り方はとてもシンプル。重りを海底につけたら糸付けを取り、重りで底をトンと叩いたら糸を張らず緩めずの状態にして、底立ちをこまめに取って当たりを待ちます。当たったらしっかり食わせてからゆっくりと竿先を上げましょう。お、当たった。ちくちゃん早速ヒット。やった、自分で切った餌で。初この城でゲットか。おっと、お釣れた。カサゴです。釣れました。久々の魚。いやもう超嬉しいです。もうこの当たりの感覚を待ってた1ヶ月嬉しいです。今日はいっぱい釣ります。 HPB ベイツ、ナマコの城の効果か、好調な滑り出しのしくちゃん、この調子でいきましょう。あ、でかい。ちょっとでかいから慎重にやって。はい、それいいよ。おお、でかい。大きい大きい。おお、すごい、スピード釣れた。やった。明らかにさっきより引きが強かったので、もしかしてって思ったらいいの釣れました。両肩のカサゴを見事に釣り上げたしくちゃん、いい調子です。ポイント藤沢町御殿の石原店長をはじめ、船中の皆さんも続々とカサゴを釣り上げていきます。釣れました。この日は雨が降ったり薄日が差したりとコロコロと変わる天気でしたが、波や風もなく当たりが取りやすいコンディション。皆さんも両肩のカサゴを釣っていました。おー、いかー。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。よし、お釣れました。やっぱこの城効果だね。そうですね、この城のおかげ。ここで石原店長にしくちゃんが使っている竿の特徴を伺いましょう。今日しくちゃんに使ってもらっている竿は、ライトタックル、ライトステップ2のライトタックルという竿になります。こちらの竿なんですけども、1m80 という短さが非常に取り回しが良くて、まあ、今日、それをさせてもらっているカサゴ釣り以外にもカワハギやライトアジといろんな魚種に使えるので、非常に万能でおすすめの竿となっております。石原店長ありがとうございました。さて続いてはこちらのコーナー、釣り具のポイントインフォメーション。このコーナーでは釣り具のポイントから耳寄りな釣り情報をお届けします。今回はポイント横浜港南台店から。ポイント横浜港南台店にやってきました。今日教えていただくのは後藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマはこちら、ライフジャケットのおすすめなんですけれども、何かありますか？はい、あります、はい、ライフジャケットのおすすめはこちらです、はい、肩掛け式の自動膨張式のライフジャケットです、はい、ポイントのオリジナルブランドの XOX の新しい商品になります、うんうんうん、お色が黒と赤とグレーの3色になってて、どれにもこうロゴが XOX のロゴが、そうですね、ワンポイントでおしゃれですね、はい、すごいシンプルなんですけど、はい、おしゃれでどんな服にも合わせやすい。そうですね、色味もちょうどどんな服にも合わせやすい感じ、はい、おすすめです、はい、で今しくちゃんに持っていただいているこちらが、はい、同じ自動膨張式ライフジャケットなんですけど、はい、腰巻きタイプのすごくコンパクトなものになってます、はいね、今まで見てたやつよりもすごいちっちゃい、はい、めちゃくちゃ小さいです、ね、すごいびっくりしました、はいはい、もうつけたら多分体にも隠れて、うん、見えないくらいちっちゃいんですけど、そうですね、はいはい、でこれはロゴがワンポイントで入ってて、こちらもおしゃれ で、はい、でこんなに小さいのにしっかり、うん、桜マークの A タイプ安全性が保証されてるものになってます。なるほど。どうしてもねちょっと邪魔になってしまう時とかあるんですけど、これめちゃめちゃ便利ですね、はい、これだったらどこでも、うんはい、私もこれにしたいかもすごいです、はい、
このコンパクトな自動膨張式ライフジャケットはレールシステムが採用されているので、従来の膨張式と同じ機質でも小さく収納することができるんです。他に子ども向けのものとかもありますか？あります。はい、お願いします。はい、こちらがお子様向けのライフジャケット、はい、おすすめ品になっております。かわいい。はい、めっちゃかわいいですよね。ね、いいですね。このチェックとデニムの、はい、はい、すごくおしゃれで。今まで見たことないこのおしゃれなデザイン。はい、これあの背中もすごくかわいくなってて、背中がこんな感じです。かわいいですよね。はい、ちょっとこうかっこいい系とかわいい系で選んでいただけるので、はい、あのこれまでちょっとライフジャケット着るの嫌だなって言ってた子たちも、これだったらそうですね、おしゃれなので、おしゃれ感覚でも着れますよね。はい、普通に着てもらえるかなと思います。はい、いいですね。やっぱり最近ね、はい、水難の事故とかも多いので、はい、ぜひこれでおしゃれも楽しみつつ安全性バッチリで着ていただきたいですね。はい、本当に着ていただきたいのでおすすめさせていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。釣り具のポイントでは、わからないことはスタッフの方が丁寧に教えてくれるので、皆さんもぜひ足を運んでみてください。今回の釣り隊は東京湾でカサゴ釣り、シクちゃんはスタンダードな胴付き仕掛け、そして山口プロはソフトルアーで狙っています。食ったよ。ひゅー、うらー、はい、ソフトルアーでカサゴを釣った山口プロ、今回使っている道具がこちら、竿は高宮のアジング GR275T、 リールはノーブの2000番、ワームはエコギア熟成アクアとカサゴ職人、ジグヘッドはオーナー針の湾岸プロヘッドです。今日僕はあのソフトルアーという形でまず狙ってみてます。でまあ、ソフトルアーの効能というのは最近はですね、このような竿、感度の良くてこう細いね、細身のあるカーボン純度の高い竿が出てきたことと、メインラインも細くて沈むようなラインが出てきて、伸びのないものが出てきましたので、比較的簡単に船からでもこういう湾岸であれば狙いやすくなったんですね。でさらにこのジグヘッド自体もボトム専用のものが出始めました。それに今エコギアですね、もう根魚にもいろいろ効くっていうこの熟成タイプのアクア、これはあの成分解しますし、まあ魚を寄せる効果もあるということで、各種いろんなタイプがあるんで状況に合わせて狙いやすくなったんですね。でもともとあるこのカサゴ職人、まあこれなんかももう定番です。定番なんでサイズアップしました。コメント殺しだね。すいません、ちょっと数ヶ月ぶりのコメント。この城、この城、この城です。ならいい。まあそういう感じで、あのいろいろと狙える幅が広がったこと、それともう一つはカサゴ釣りっていうのは基本的にした岩場ですから、餌釣りだと投げてしまうと根がかりが多くなります。でこういうジグヘッドっていうのは意外に根がかり外しやすいです。ですから餌釣りでは届かないエリアまで探っていけるってことがあります。からまず餌釣りだとこの辺のエリアを狙うんだけど、ルアーだったらちょっとね奥側からそこまで必ず沈めてきます。でこれリフト&フォールって、上げて下げる、ワームが上がって下がるっていう方法と、例えば今さーっと上げる、上げたら振り子のようにして手前に寄ってきます。でそこにつく、これはあのカーブホールというやり方ですね。でも昔からあのソフトルアーやってる方なんかいると、あの馴染み深い釣り方なんですけど、ちょっとずつちょっとずつポイントをずらしていきます。今そこにつきました、軽く上げます。そうすると上がったけどジグヘッドは沈んできます。で次のポイントを探ります。手前に手前に、で足りなかったら今度は上がりすぎちゃったなと思ったら軽く巻いてからゆっくりフォール落としていく。
ゆっくり落としていく、ゆっくり落としていく。で、着きました。で、手前まで探ってくる。とにかくソフトルアーっていうのはスローであればあるほど効果が出ます。で、この時に今リフトでフォール落ちていく時にゆっくり行くと魚が見ててヒットしてくると、こうやってね、最高っす。今回使ってる、竿、ロッドですよね。まあルアーでいうとロッドって言うんですけど、まあこのポイントさんのラジング GR2 で、この竿のいいところは本当に感度がいいです。軽くて感度がいい。で、カーボンが入ってますから張りがある。で、こういう細い、ラインとマッチするっていうことです。そうなると軽いジグヘッドでも沈んでいく。まあアジングって名前ついてるんで、本当にアジを釣るね、サイズのある程度 2,30 センチのものメインかななんて感じてしまうんですけど、実はもう汎用性が高い、竿で、いつもねお気に入りの一本。まあこういう竿がないと逆にこういうようなね、チャレンジができないんですけど、すごくね使いやすいんで、これ1本持っとくといろんなもん使えますんで、おすすめでございます。やった。うぇー、ヒュー、いいね。大きい気がする。大きそう。おや。よいしょ。やだ。大きめ？大きめですね。すげえ微妙なの来たんです。低音。さて、今回の調校は石原店長をはじめ皆さん終始好調にカサゴを釣り上げていました。ここでカサゴ釣りの魅力を伺ってみました。やはりカサゴ釣りの魅力は、こう竿先に伝わるダイレクトの当たりを感じ取れるっていうのが一番魅力かなと思います。やはり胴付き仕掛けっていうことで、仕掛けがしっかりまっすぐ張ってますので、カサゴが食ってきた瞬間にガツンと出る当たりが一番の魅力かなと思います。自分で棚をきれいに取って、それを、食わしていくっていう、まあ根がかりはいっぱいあるんですけど、でもその根がかりをかわしながら、ここなら食うかなって思いながらやっていくこととか、あとつける餌をだけちょっと用意しながらやってみたりっていうところで、消化が変わってくるのが面白いところかなと思います。そこをトントンするお魚ってそんなにないじゃないですか。でしかもアジとかやっぱりキスとか一般的なお魚とはもう全然住むところが違ってるので、あ、逆に言うとこんなところに住んでるんだなっていうびっくりする感じが、まあ、子どもたちとかだと逆にそういうところが面白いかもしれないですね。今回の乗り合い戦には以前お邪魔した大谷隆酒造の当時でもある金子さんも同戦していました。金子さんは横浜竿塩よしの技をし、早坂さんのお弟子さんでもあるんです。ということで技をでのカサゴ釣りの魅力を伺いました。当たりがはっきりとグッグッと押さえ込むのがよくわかるんで、その後もう引き合わせで、あ、乗ったなーって言うと、カサゴ自体引きが強いんで、重さが胴にどん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 って乗ってくれるんで、その釣り味がやっぱり面白いですよね。さあ、残り時間もあと少し、ラストスパートです。あー、あー、まさかの2点嬉しい、今日初だ。しかも下のやつめっちゃ大きい。やったー。見事に2点掛けでカサゴを釣り上げた淑ちゃんに続いて、山口プロもヒット。それでは上がりましょう。どう？上がりの一匹。はいよー。いや最高。
よかった。大満足の釣果が得られた新州丸でのカサゴ釣り。1年を通して新州丸ではカサゴ船が出ていますが、この時期は数と両型サイズが期待できます。ぜひ新州丸で東京湾のカサゴを狙ってください。石井近江の一品料理紹介。今回はネギと生姜のカサゴ酒蒸しです。カサゴの鱗を取り、内臓を割り箸などでつぼ抜きします。両面に飾り包丁を入れます。ネギを斜め切り、生姜を千切りにします。カサゴを皿にのせ、だしをかけ、日本酒を入れます。ネギ、生姜をのせて醤油を少量かけ、軽くラップをして電子レンジ600ワットでおよそ10分加熱して完成。ネギと生姜に酒と醤油の風味が重なり、ふっくらと仕上がったカサゴの美味しさが楽しめる体に優しい一品。小型のカサゴでも楽しめるお手軽料理です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いやー、すごかったね。最高でしたね。ねえ、はい、いやー、もう待ちに待った爆釣会って感じじゃないですか。久しぶりにこう何十匹っていう規模の量。そうね、はい、やっぱり当たりが分かりやすいので釣ってて楽しいですね。あー、なるほどなるほど。川口さん、いかがでしたか。僕はほらずっと終始ルアー、ソフトルアーでやってたと、はい。でやっぱりタックル、道具の進化がすごく進んでいる釣りでもあるんだね。で、思ったところを狙っていけるって、この楽しさはね、やっぱルアーの楽しさでもあるんだ、うん。まあ、新島さん OK なんで、あの電話でルアーやりたいんですって言ってもらえれば大丈夫なんで、うん、あの今度ぜひルアーやってください。そうですね、また新しい釣り方に挑戦して。決してね、あの基本さえやってれば難しくないです。うん、また、ね、挑戦してみましょう。はい、ぜひまたお願いします、はい。それではまた次回お会いしましょう。釣りたい。この番組は釣り具のポイントとマルキューの提供でお送りしました。